装。今天文章早上突然说非常想要吃台湾的早餐。いやね、台湾の朝ごはんってやっぱ独特で美味しいんだよね。之前我有带文章吃过东京豆浆生活这些店，那有一家店文章还没有吃过，这家店呢是我之前也有拍影片介绍过的 World Breakfast All Day Breakfast。对，那这家店它的特色就是会卖各国不同的早餐，那台湾的早餐也非常的道地，有咸豆浆，还有糯米饭团，还有 cheese 蛋饼，所以我想说今天带文章去吃一下。期待期待。いろんな国の朝ごはんを食べるらしいよ。アメリカ、イギリス？そう、台湾はもうレギュラーメニューになってるらしいです。すごい面白い店ですよ。楽しみ。うん、なんか各国の朝ごはんをデザインしてるとき、本当その現地の人に見てもらうとか、なんか話し合ったり、最後本当現地の人が食べるようなものを出来上がってるらしいです。本当の朝ごはん。そうです。楽しみ。行きましょう。走。我们到了，那我们两个今天来到的呢是吉祥寺店。那我上网查。我之前吃的是外苑前店，那还有另外一家元素那家搬家了，现在搬到吉祥寺。アメリカ美味しそう。確かにアメリカ美味しそうかも。ベーコンと卵とパンケーキですね。これは？これ台湾なの。これ何？ダンピン。ダンピン。なんか食べたことあるよ。いつでも覚えない。一応聞いただけ。晚上还要点灯，好可爱。怎么样 ？World Breakfast All Day。吉祥寺店的氛围是这种感觉。之前我在外院前吃的时候，是一个长桌，跟旁边的人靠很近，蛮尴尬的。吉祥寺是这样子，一桌一桌分开比较方便。然后因为这个礼拜是瑞士周的关系，他们桌上就有放瑞士的介绍。之前呢，我有拍影片给大家看过，可是文章是第一次来。哦，しゃれだね。国の紹介してくるんですよね。他们这个介绍纸上面就有写瑞士餐盘上面有的食材。いろんな国の朝ごはん知れるの。いいね、面白いですよ ね, 面白い。我跟文章是点一个台湾跟一个美国的。アメリカも美味しそう。然后给大家看，这个是这个月的瑞士的餐点，看起来超好吃。那背面这里呢，就是固定的菜单，有英国跟美国，还有台湾。台湾会变成一定有的菜单，真的超开心的，对我来说。然后有说台湾的话是蛋饼跟饭团，还有咸豆浆。那另外我们点的是美国的，是培根。跟煎蛋，还有松饼，还有挪威的早餐。旁边呢是各种饮料。刚才店员拿给我们一本册子，说这个小本子是外国人来的时候，他们会在这里留下他们的讯息。然后文章还翻到一页，这个画超漂亮的，好有趣哦！大家在上面画画，天哪，画的超漂亮的，大家都画的好精致，好可爱哦。お腹減ってきた。これ見るだけで。すごい。ナイフに蜂がいる。可愛いな。おしゃれだよね。かっこいい。我的美国早餐来了，哇，看起来超好吃。然后是台湾的早餐也来了，蛋饼哎，文旦，好香，好香啊！食べてみ。什么 sauce 啊？是不是讲个好きな酱油膏的哟？对啊。它的蛋饼呢是培根气蛋饼。再见吗？啊，看起来好吃哦。おいしい。好吃。なんかネギフレスパイみたい。そう、似てるものなんだよね。絶対ふちゃん好きと思った。ハウスハウス。なんかちょっとパリパリなのが美味しいね。クレープの生地みたい。なんかいろんなバージョンがあるんだよね。柔らかい方とちょっとパリパリ方で、私もパリパリ派なの。台湾他们还有附这个铁的筷子，未来试试看。啊，看这个チーズ，韩式。好吃吗？超好吃。好好吃哦。然后是文章的紫米饭团初体验，他不太知道这个要怎么吃。哇哦，那好难你会。那好吧，肉松的鱼梦了。美味しい。美味しいでしょ。めっちゃ美味しいのこれ。なんかいろいろ入ってると。里面呢还有酸菜。結構食べるねみんな。そう、これ結構量が多いの。いや美味しい美味しい。これ何？これ油条でいう揚げパンなのかな？ここも入ってるやつ。揚げパン美味しいね。でしょ？然后里面还有菜脯。好吃哦！本当に台湾の朝ごはんな感じ？本当。美味しい。よかったよかった。もう一個食べたい。本当台湾の人ってみんな朝ごはんこんな食べるんだ。もう一個食べる人いっぱいいるよ。ねマジ？ガンシュン豆浆。すごい。これプリンみたい。美味しい。私ちょっと苦手だけどプリンが好きなんだ。あなんか美味しいな。これ好き？よかったね。これ台湾は締めるね。
好多是哦。美国早餐呢，他们另外有附这个松饼，可以放在松饼上吃。我刚刚送你送的给我。松饼看起来超好吃，好吃，松饼好吃，好吃。嗯，甜度很刚好，而且奶油有点甜甜的，很好吃。它这个马铃薯啊是有调味过的，有一点咸，很好吃哎。文当狂喝咸豆浆。今からルちゃんは卵食べます。美味しい？お、よかったよかった。カリッカリなベーコン。いい朝ごはんやな。でも私はこれが一番好きで。じゃがいも。パンケーキもすごい美味しいです。就像我们这里喝咸豆浆的汤匙，就是我们台湾那种铁汤匙。很意外，文章这么喜欢咸豆浆哎，我本来以为他可能会觉得还好，就没想到这么喜欢。狂喝，エビの味がまたね、いいアクセント出してる。我们文丹也来吃美国的早餐了。安定してほしい。它这个饭团里面呢有油条，又有酸菜，又有菜脯，还原度真的很高哎。我第一次来的时候，这一整盘最喜欢的就是饭团。这次来还是觉得饭团是最好吃的，真的超爱。而且因为日本真的很难吃到这种饭团，虽然一盘的价钱有点贵，可是真的会为了想吃这个饭团来。え、じゃあ何してんの？にぎにぎして。ちょっと大きそうだから、私の向こうでまた形作って食べるの。え、それ台湾の人共通？いや、みんなそうかとかわかんないんだけど、私はすごいやる。いつもはこうやって形を作って食べるの。我们两个吃完了，吃光光，好饱，很饱哦。然后他们店里面呢，还有卖各国一些东西，跟大家介绍一下。好可爱哦，这里有他们做的英国的早餐的设计，就有各种不同的花样，超可爱的。还有卖苹果酱跟果汁，哦，有卖台湾的酱油膏。副将，我的啊，喏，副将，我是看样子。这里说明写说，台湾早餐的蛋饼搭配的就是这个酱油膏，甜味很重是它的特征。台湾的酱油也出现了，我今天的酱油膏啊，可能不让多难哦。我今天的酱油膏啊，ひとみちゃんのお母さんがくれたの。啊，なるほどね。すごい、台湾もあって嬉しいよ。嬉しいね。あると思わなかった。还有玫瑰巧克力耶，超可爱的。对呢，一般它不可能吗？然后现在天色已经暗了，外面的点灯也点起来，好漂亮哦。美味しかったな。朝ごはんだと思って少ないのかなと思ったけど、二つで十分だった。文章本来想说早餐是量很少，他本来想点三盘，就连瑞士的一起点。我说我跟你说那个量很多，我们真的吃不完。还好文章有听，不然再点一盘，我们两个应该吃不完了。在厨房下面呢，又卖很多调味料，然后我们台湾的酱油膏就出现在这里了。我很喜欢他们家店的感觉，见我一个人来的时候就非常的喜欢，而且觉得他们的店的概念很好，就是可以试试看。各国不同的早餐，啊，他们有时候最近生意又特别好，可能也是因为不能出国，所以大家就用这个方式去怀念以前可以去旅行的日子。我们刚才结账的时候，他们给我的这个说是瑞士的 Hop Candy， 很可爱，竟然还有送这个饭后小糖果。然后他们刚才说呢，下个月开始是瑞典，所以我想吃开瑞典早餐的人呢，可以来这里吃吃看。こういうのくれるのがまた可愛いね。可愛いね。嬉しい。食べて帰ろうと思います。朝ごはんっていうからどんなものかなと思ったけど、全然しっかりしててお腹いっぱいになってびっくりした。台湾のタンピンもめちゃめちゃ美味しくて、あれもう一皿いけたかもしれないな。でもね、ふーちゃんいつも美味しいって言って覚えてないんだよね。いやもう今日覚えました。豆乳ね、美味しかった。私正直に台湾の味知らないんですよね。なので今度台湾帰ったらあれを飲みに行って比べてみようかね。普通にね、アメリカはアメリカで普通に美味しくて、意外とボリューミーだったね。各国の朝ごはん食べるのってすごい幸せね。なんか違う文化を味わえたと思って、めちゃめちゃいいと思いました。我们两个现在在他们店门口外面，他们外面有点灯，超级可爱的。你们文章整个消失哎，飘。可爱。其实文章每次跟我说想吃台湾东西的时候，我真的都超级开心。对，我连我呢，台湾的料理食べるの楽しい。ねえ、もうふうちゃん台湾に行ったら多分10キロ太る。那现在在还不能回台湾的时候呢，我们就在东京吃。等到希望之后可以回台湾的时候，我们就在台湾吃正宗的台湾料理。那这次影片就这样子啊，谢谢大家，我们下次影片再见，拜拜。拜。好吃。拜拜。最近勉強した中国語は？二字水。拜拜。
君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。